天神社は奈良県奈良市高畠町にある神社、奈良町天神社とも呼ばれる。北天間の天神社で、境内地は約1000平方メートル。略演技では、情報5年の早々とされている。後に、願号事前上院鎮護の社、幸福時代上院の鎮守者となった。祭神はもともと、少なび粉の命であるが、この神は、手間天神という別名を持つことより、 一般にて、マテン人と呼ばれた。後に、奈良のゆかりの菅原道真公を愛殿に祀るようになった。社殿によると、道真が祀られたのは、平安時代、白川天皇のお世であったという。かき元年5月6日、猿学が取り行われた。教法五年10月24日夜、天馬宮が消失し、同6年5月に増退されている。 宇治湖関係の町で四組を編成し、年番を持ち回りする。秋祭礼には都業行列があり、5月5日の節句には、部学が奉納されていた。一軒者春日作り、日和田吹きで、江戸時代中期の建築だが細部に古い様式を備える。桁行き二軒、両高一間の後輩と派花夫作り、日和田吹き、河原舟で、これも江戸時代中期の建築である。 割配ハのように馬道をつけており、社務所として利用されている。桁雪八見、両行二軒、霧島作り、本川ラブキの江戸時代中期の建築である。境内東の一段、低いところに池を中心に配置。ありがとうございます。